投資主価値向上に向けた当期実績と今後の取り組みについてご説明いたします。まず分配金についてですが、当期の実績は前期比プラス1円増配の2446円となり、目標として掲げていました2400円以上を確保することができました。分配金予想につきましては、今37期はテナント退去等の影響から減収減益を見込んでおり、18円の内部留保取り崩しを行い2400円を確保、38期は増収増益を見込み内部留保の取り崩しを行わずに前期比プラス10円の2410円を確保する計画です。今後も2400円以上で安定化させていきたいと考えています。財務 IR ですが、9月に20億円の投資法人債のリファイナンスでグローバルワン初のグリーンボンドを発行し、返済期日の分散化・長期化を図りました。また15億円を上限とするグローバルワンとしては2回目の自己投資口の取得を行います。 ESG への取り組みについてです。グローバルワンにとっても積極的な取り組みが求められる重要な施策と位置づけています。昨年に続き2021年のグレスビーリアルエステート評価で最上位の5スター開示評価で A レベルを取得することができました。新型コロナによる運用への影響についてご説明いたします。オフィスについては当期36期と次の37期いずれにおいても影響はございません。一方店舗は緊急事態宣言等の影響が続いており、一時減額対応や解約の影響で36期は DPU 換算で当初想定通りのマイナス9円、37期についてはマイナス13円を見込んでいますが、ポートフォリオ全体への影響は軽微です。自己投資口取得の趣旨等についてご説明します。投資口価格はグローバルインデックスへ組み入れられた2019年9月前後には一口当たりナブを大きく上回り、その後もナブプレミアムの状態で推移していましたが、いわゆるコロナショックを機にナブディスカウントの状態が継続しています。その間グローバルワンは投資主価値の最大化に向けて努力を続け、さまざまな施策を精力的に取り組んできました。しかしながらナブ倍率が 0.88 倍にとどまっている状況に鑑み、資本効率の向上と投資主還元の観点から現時点で最善の施策として自己投資口の取得を決定いたしました。資産ベースで自己投資口の取得・償却によって EPU が29円上昇し、今37期の分配金は内部留保取り崩しをせずに分配金目標の最低ラインである2400円を上回る2410円を確保できる見込みです。内部成長ですが、稼働の状況からご説明いたします。2021年9月末時点のポートフォリオ稼働率は前期比 1.2 ポイントマイナスの 96.3% となりました。当期末時点では豊洲は 0.5 フロアの解約等があり 80.8% に一旦低下、御堂筋は店舗の解約で 92.4% に低下しましたが、両物件とも今期中に新テナントの入居が予定されていますので稼働率は回復する見込みです。またその他の物件については引き続き高位安定稼働で推移しています。すでに7月と10月に公表したプレスリリースで豊洲のリーシングの状況についてお知らせしていますが、今年の10月時点で稼働率は 71.6% まで低下することが見込まれていたところ、2件の埋め戻しにより来年2月には 90.1% まで回復する見込みです。当期もテナント入れ替えや賃料改定の交渉はマーケット賃料が低下したこともあり厳しい状況が続いていますが、契約ベースの月額賃料は前期比で660万円増加、契約賃料単価では110.5ポイントから 111.6 ポイントに上昇し、着実に内部成長を実現しました。